こんにちは、ひろちゃんです。玉ねぎ最後の仕上げ切開の時の動画の対してのコメントをいただきました。ひろちゃんがされてるように元肥を入れたり液肥をまいたりして極わせ玉ねぎの地上部が倒れてきて間もなく収穫かと思います。ですが小さい玉ねぎがすごく多いです。仕上げにカキ殻切開もかけました。どういった原因が考えられますかということですが、まず追肥の液肥をまく時の時期があまり遅くにまくよりも早めにまいて根を張らして茎を大きく葉を大きくしていくということが玉ねぎの太るというか元気になっていく要素ではないかと思いますし、それから追肥を1回でなく 2,3 回に増やすとか回数を、それか、まあ、増やしすぎてもまた腐敗、子孫効きすぎて腐敗する方に走りますので、そこは玉ねぎの加減を見ながらかけた方がいいですが、それとカキ殻切開をかける時期なんですが、最後の仕上げにかけるのもいいですが、それよりかもうちょっと時期を早くにかけることによって、小切開とかカキ殻切開をかけることによって玉ねぎの玉の太りが良くなります。そして味も良くなる。ですからカキ殻切開とか小切開かける時期をちょっと早めにかけて、そしてもう一回かけてもいいと思います。二度かけ時期をずらして、そうすると玉ねぎがかなり大きくなってくるんではないかと思います。かける時期をちょっと早めれば、それもまあ玉ねぎとの相談をしながらということにはなりますが、そのようにちょっと工夫してみたらどうでしょうか。畑っていうのはそれぞれ個人個人の畑が全部が同じようなやり方をしているから同じような状態になるかといえばそうではないです。もう土によって畑の状態が変わってきますので、ご自分の畑に合ったやり方を工夫しながら毎年やっていく中で、あ、今年はこうしたけどこっちの方が良かったかなとかいうふうにいろいろ工夫しながら作られた方がいいものができるんではないかと思っています。どうもありがとうございました。行こう。